要はガスの点検が来るんですよ。昨日は排水口でしたけど、今日ガスなんで、またそうだね、またなんか料理はここのねガスとかをね多分見ると思うのでですね、料理ができないので簡単にパスタで混ぜるだけでね、イカスミと、これはほうれん草の生パスタですね、フィットチーネほうれん生パスタです。これを使っていこうかなと思います。できました。こんな感じですね。イカスミパスタ真っ黒ですよ。でしかも麺もね、そもそもがほうれん草の麺で緑なんで、まあ、基本的には超黒いですね。ただ何が何だかちょっとわからない感じですが、美味しそうです。これをいってみます。じゃあですね、今日はこれですね、金麦ラガーいきましょうか。がっつりうまいザラガーですね。ああ美味しいですね、飲みやすい。じゃあ行きますよ、この真っ黒のガス点検なんです今日は。なのであまり台所汚せないんでね、います。まあ、黒い服着てるからまだいいんですけどね、飛ばせないですよね、あまりこう無理してすぐ飛んじゃうから。フィットチーネって巻きづらいですからね、慎重にいかないと。いきます。真っ黒で分かんないですけど、エビなんですよ。飛ぶのが怖い、マジで。いきます。これイカなんですよ。いきます。口もどんどん黒くなりますけどね、がっつりいけないな、怖くて。じゃあ最後にいきます。じゃあゆっくり食べていきます。なんかあったかいですかね。僕もこれ1枚でスーパー行ったりワンコの散歩行けたんで、上着なしで今日はちょっとチャレンジして外行ってみたんですけど、全然行けたんで大丈夫かなと。少しずつあったかくなってきたのかなと思うんですよね。やっぱ今ね、今ちょっと日が差してきてるんですけど、まあ曇ったりとか、これが完全にね、日がね、上がればいいかなと思ったり、ちょっと期待してる最中ですけど。また木曜日ね、天気が崩れるなっていうね、噂もあるんで、いつになったらって感じですけどね。まあ、モレちゃんね、夢が叶ったんですよ、またね。あとなんか絵本作家にもなりたいっていうのもあるのか、夢は。でも翻訳家としての夢っていうんですか、これは叶ったってことですね、もうね。上白石もね、翻訳家デビューって言ってたんですよね。人気連載の書籍化決定だそうです。模範解答朗読もしてるの、これ。へぇ。上白石もね、翻訳家デビューすると。NHK ラジオのラジオ英会話テキストでの、上白石萌音と翻訳家の川野真理子による連載、翻訳書館赤毛の案をめぐる旅の書籍化が決定したと。書籍オリジナルの新規要素も多数収録し、あ、2022年7月創刊だそうです。まだ、もうちょっと先ですね。夏ってことですね。俳優、歌手、ナレーターなど、その活躍がとどまるところを知らぬ上白石萌音。朝ドラカムカムエヴリバディは流暢な英語を披露するなど、高い語学力でも知られていると。まあ、作家デビューもね、もうすでにしてますからね。そんな彼女は、2020年から2021年度のラジオ英会話のテキスト連載にて、世界文学の名作、赤毛のアンの名場面、ベストセラー翻訳家の河野真理子さんの指導を受けながら翻訳を続けてきたんだそうです。往復書簡の形で、上白石が訳した日本語を河野さんが添削し、それを受けて上白石が再度訳すと。その過程で上白石の言葉が磨かれていくのが本連載の読みどころだと。結構なかなかね、めんどくさいやり方をしてるんですけど、面白いですよね、そういうやり方はね。読者からの反響も大きいこの人気連載が、新規要素を多数収録した上で書籍化することが決定した。上白石のみずみずしい訳文が練り上げられていく様子を書簡の形で楽しもうという。書籍化にあたり、新たな書き下ろしの書籍ならではのコンテンツを豊富に収録と。最後の名文句が印象的に中上げの案、ラストシーンの翻訳書簡。英語初心者でも安心な、訳中の
大幅過失、上白石萌音による模範解答の翻訳例の日本語朗読、朗読なんですね、など連載読者も書籍版からの読者も見逃せない内容を多数収録予定で、書籍概要が2022年7月、で何日っていうところはまだ出てないですね。で電子書籍も同時発売と、でまた NHK 出版ですね。であとまあその他の仕様なんかについてはまあ後々ってこと。なるほどね。まあなんか一応テキストみたいなのも出てるんですね。まあちょっとやり取りしてるような文章が見えるんですかね、これは。ね、モネちゃん、お便りをやってて、河野先生、今月もよろしくお願いします。アンの可愛さに、なんとかかんとかって、まあちっちゃいんですけど、ちょっと読みづらいんですけど、まあなんかそういう風な文章を先生とやり取りしてるってことですね。まあでもまあ、またすごいですね、モネちゃん。またいろんなところにチャレンジして、で、自分の夢を確実にね、叶えていくっていうのはすごいことですよ。まあ、あと絵本やったら完璧じゃないですかって思います。まあ、今年もね、モネちゃんの運気はいいはずなので、いろんなことに広げていくんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、そんな感じで今日もやっていきます。エリー。エリー。寝てんの。ヘリ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 、シップやばいね。あ、行こうじゃ。